音楽オーバーエンジェルのエンジェルトーク。JFN パークをお聞きの皆さん、こんにちは。東京オーバル慶応閣オーバルエンジェルの広瀬千鶴です。 JFN パークでのオリジナルプログラム、オーバルエンジェルのエンジェルトーク。この番組では、東京オーバル慶応閣で開催されるレースの開催情報はもちろん、場内のおすすめスポット情報やイベントの紹介などをお届けしています。さて、第8回目の今回は、いつも慶応閣でレースに勝利した選手へインタビューをしている MC の小田切直美さんの登場です。小田切さん、ようこそいらっしゃいました。皆さん、こんにちは。いや、来ちゃいました。ありがとうございます。まあね、今回は小田切さんということで、はい、おしゃべりの大先輩。何をおっしゃいますか。ということでですね、広瀬、とてもとても緊張しておりますが。やめてください、本当に。まあ、いろいろと勉強させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。早速なんですけども、うん、はい、皆さんここ来た時に一発目に紹介、はい、自己紹介みたいなことをお願いしてるんですね。自己紹介、はい、はい、小田切さんのこの簡単な略歴なんかを、まあ、教えていただければなと思うんですけど。なるほどね、はい。私、小田切直美、はい、もともとは公営競技のボートレースのキャスターとか、はい、まあ、レポーターとかをやっておりまして、はい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 、今では慶応閣競輪場さんでお世話になってるんですけども、はい、あ、そうなんですね、はい、そうなんです。そのぐらいかな。自己紹介。いや、本当ね、エンジェルの中でも小田切さんは結構、はい、こう控室とかで一緒になるじゃないですか、はい、はい、こうお姉さん的な存在でいつもお世話になってるんですけど、まあ、こうちょっと謎多き女性みたいな。そうね、っていうイメージなんですよ。ちょっと謎な感じは出してますね。出してますか。出してますね。なんか一体誰なんだろうみたいな。普段何してるんだろうみたいな。そうね、普段はでも、はい、みんなわからない。本当、エンジェルちゃんたちもプライベートどんな生活してるんだろうって。あ、もう、うん、みんな、そうそう、私なんかくっちゃにくっちゃにしてます。いや私も一緒、大体一緒。大体一緒。そうなんですよ、そう、謎大きいお姉さん、そうなんですね、小田切さんみたいな感じで、うん、そう。ちなみにこの、うん、そのレポーターとか、はい、はい、MC とか、この世界に入ったきっかけなんかあれば教えてほしいんですけど。きっかけですね、まあ、はい、憧れから入りました。憧れ、うん、なんかその人物とかいるんですか。あ、この人みたいになりたいとか、そういう感じ。なんだろうな、もう初めのきっかけは本当にただただなんか人前で喋ってみたいみたいな。それいつぐらいからそういう風に思ったんですか。これがね、実は昔から思ってたんですよ、相当昔から。ほうほうほう。どのくらいだろうな、まあ、高校生とか、はい、でもなんか、はい、自分じゃ絶対無理だと思って、なかなかそっちの道には進まなかったんですよ。あ、そうなんですね。そう、こうなりたいとは思っていたけど、うん、無理無理無理と思って、それで私一回普通に、はい、まあ、会社に勤めて。あ、そうなんですか。そうなんですよ、 OL 的な。そうなんですよ、そういうこともして、はい、それで、まあ、ちょっと違うかなって思う時期があって。ほうほうほう、なるほど。OL をしていた時期にちょっと違うかなと思って、まあ、会社を辞めました。はい、で次どうしようかなと思って、考えた末、まあ、就職雑誌を買って、はい、その1ページ目になんか MC 募集みたいな求人があったんですよ、はい、ね。はい、それでなんか未経験者 OK みたいな感じで、あれ、これは運命的な出会いだなと思って応募しちゃいましたよね。そう、もう迷うことなくその時は。そうですね、はあ、なるほど。
そこからがでも大変だったの、すごく。え、なんかこうスクールとかも通ったりしたんですか？してないんですよ私は。え、してなかったんですよその時に。はい。それでまあ、え、こんな話して大丈夫かな？全然大丈夫カモンですまあそこの、まあ、お世話になった、まあ、その面接を受けに行った事務所の方に、はい、もうあなたはちょっとお話にならないですって言われてで、まあ、勉強しましょうと。あ、そういう技術的な話でってことですか？そうです、はい。へえ。で、勉強してみる。そこから1年後、はい、こっちでもう1回オーディション受けて、はい、それであなたの結果次第で、はい、まあ、こちらが受けるかもしれないし、さよならかもしれないし、それでもいいってやってみるって言われて、もうその時はもう希望に満ち溢れてたからやりますみたいな。え、でも結構厳しいんですね。え、めちゃめちゃ厳しくなかったです？私も確かに、うん、イントネーションとか発音とかも噛んだりしたらすぐもう、なんだそれはみたいな感じで言われてたんですけど、入ってすぐそういう感じではなかったですね。じゃあとりあえずスクール入ってそこから様子見ましょうみたいな感じでしたね。あ、そうなんですね。すごい。そう。え、じゃあもうそこから勉強して大変だった、うん、何が一番大変でした？勉強してる中で。勉強してる中で、もともと多分、まあ、声の質も、はい、あの声のトーンとかも低いですし。あ、確かに落ち着いた感じですもんね。あとイントネーションもやっぱりちょっとおかしかったみたいで、はいはい、なんかそういう面でも、あなた多分先生にも、その時ついてくれた先生にも、はい、あなた相当苦労するわよみたいな、覚悟しといてねみたいな、そんなにそんなに、え、どこがそんな、なんだろう、言い方ですけどできてなかったんですかねもう何から何までじゃないですかね。え、全然だって今の喋りを見てるとそんな風に全然思えないんですけど。いやー、どうなんでしょうね、まあ、ひどかったんですよ多分ひどかったんですか、うん。まあ、じゃあそっから先生にいろいろと教えていただいて、していただいて、まあ、なんとか1年後だったかな、1年半後だったかな、うん、に、まあ、ちゃんとキャスターとしてデビューさせていただいて。かっこいいキャスター。え、やってるじゃん自分のラジオで喋ってんじゃん頑張ります、うん、ね。でもなんか本当日々勉強ですよね、おしゃべりってね。本当そうですよね、いろいろありますもんね。ある本当に。そう、いろいろありますもん。もうだってイントネーションだって年々変わってくるでしょ、うん、なんかいろいろ。いや、そうですね、うん、やっぱり参考にしなさいっていう、うん、なんだろう、曲、うん、というかアナウンサーとか言われるんですけど、うん、はい、私個人的にはこっちのアナウンサーの方の方が好きだから、こっちに寄りたいって思っても、うん、多分こっちの方が正統派みたいなとかあると、やっぱりまだまだ自分の好きなようには喋れないんだなみたいな思いますね。技術がまだ追いつかなくてとかありますよね。でもすごい勉強してそう。いや、そんなそんなことないです。そう、はい、そんな、ね、あんなタイトルコールの艶っぽい声なかなか出せないよ外にいるスタッフも爆笑してる。いや、本当に。いやいやいや、初め聞いた時にすごい綺麗な声だなと思って。そんなことないです。いつも小田切さんのインタビューを聞きながら、こう、あ、こういう時はこういう質問すればいいんだなってこう勉強しながら。いや、もう怖いですこの回、怖い今日怖い、はい、日々取り組んでおりますが、いやいやいや、慶応閣での勝利者インタビューは、はい、もうすぐで3年経ちますかね。もう経ちましたかね。3年、あ、何年、3年目今目ですかね。私たちと同じですかね。同じってことは、じゃあ3年目、だから次の春で4年目突入っていうことか。そういうことか。なるほど、うん、どうですかインタビューしていて、感想っていうか率直な感想ですか、はい、いやー難しいですよね。あ、どういったところが一番難しいですか。いや、なんかそうね
でも確かにこう、ね、レース中とかもすごいメモってるじゃないですか、小田切さん。メモはしてます。すごいメモはしてます。でも小田切さん本人しかわからないそうこう暗号みたいなのでこうすごい書いてるんですよね。で自分で もうバーって書くんで、レース見ながらとかで、後で見てこれ何書いてあるかわからないみたいな。たまにある。あ、なんだろうこれみたいなのとかあるけど、まあ、そうね、競輪ってやっぱり奥が深いから、その選手がどういう気持ちで、まあそこのステージに上がってきてくれるのかとか、あ、そういうなんか心情を考えると、何が正解かわからないので、そのあたりは難しいなって感じますかね。そういう選手の気持ちも組みながら、レースの様子を言ったりとかしてますもんね。確かに。なんかこうたまに時間がすごいない時とかあるじゃないですか。はいはいはい。その時間の測り方ってどうやって測ってるんですか。時間の測り方、大体じゃあ2分で収めてくださいって言われた時に、はい、自分で感覚でこうやるんですか、それとも時計見ながら、あみたいな。まあ時計も見ますし、はい、まああと感覚もあるかな。まあ時計かな。時計が一番そうですね。すごい、いつもぴったりぐらいで終わるから。いや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 、なんかたまたまなんですかね。なるほど。まあ3年もやってて、印象的だったレースだったり出来事だったり、まあ、選手でも OK なんですけど、なんかありますか。なんだろう。あー、いっぱいありますね。お、いっぱいありそう。いっぱいあるな。久しぶりに一着取って涙してる選手がいらっしゃったりとか、はい、あと私そうだ、今ふって思い出した、あの何ですか何ですか、地元の慶応閣の寺沼選手、はい、あ、はいはい、プロポーズありました。私、はい、その時いなかったんですけども、いなかったな。そうあれもあった。そっか、え、勝利者インタビューの時にそうですプロポーズしたんですか。そうなんです。かっこいい。なかなかね、あれはなかなかですね、この場を借りてみたいな。ここに私一緒のステージ立てて大丈夫ですかみたいな感じでしたね。あれはでもなんかファンの皆さんも、はい、盛り上がってすごく、うわーみたいな、おめでとうみたいになって、逆に私がなんか緊張しちゃった。確かに見守り人みたいな感じですもんね。でなんか奥様もちょうど見に来てらして、はい、あ、なるほど、今の奥様か、その時はまだ彼女だったのかな、だから、はい、ね、涙流して、すごい、そんなこともありましたね。すごいです ね、あれはなんかハッピーな感じだったけど、そうだな、あと私やっぱり、あれですね、まあ元選手、はい、だから多分五冠新一さんとかの、まあ、引退セレモニーとか、はいはい、あと、まあ、地元同じく慶応閣の永田俊明さんの引退、はい、セレモニーとかありました、ね、やっぱそういうのがね、もうなんかね、あれね、不思議な空間に包まれるでしょ。そうですね、なんとも言えない、そうなんだろうな、あのファンの皆さんもね、なんか、お疲れ様みたいな、そう ありますよ、ありがとうねみたいな、いやもうね感動しますよね。そう、あれは本当に、あれはね、涙が出そうになりますね、本当に、なんか逆にその場に立ち会えて、ね、よかったなっていうふうに思いますよね。すごく、ね、ラッキーっていうか、思いますよね、はい、でいつだったっけかな、今年か、はい、郡司浩平選手、神奈川の、はい、のお父様の郡司盛雄選手も、はい、まあ、慶応閣で引退、ラストランをやって、はい、っていうのがあって、でその、シリーズの時に、はい、
お弟子さんの石井武選手が、はい、まあ、師匠に恩返しとして今回優勝しますと、はい、で A 級決勝で優勝したんですよ。そうすごいでしょ、鳥肌すごいでしょ。なんかそういうドラマがあるレースなんだろう。まあ、これまでのねいろいろな思いとか、はい、ドラマチックよね。もうねドラマチックです ね本当に。 そうそれが印象的かな。うん、いっぱいありますけどね。まあまあ、うん、そうですよね、うん、いっぱいありますけど、うん、確かにそう。それは感動するな。そうやっぱり師匠とお弟子さんがこれまで一緒にやってきて、はい、で最後の最後でもう何も言えなくなっちゃう。そうこんな結末がみたいな多分競輪知らない人からしたら、え、競輪ってそんなこともあるのみたいな思いますよね。あ、でしょうね、ま、だ3年も競輪の仕事してる私たちでさえそんな、うん、うーってね、うん、感極まっちゃうぐらいですからね、うん、そうね、はありますよね、うん。まあ、そんなね感動しながらとかプロポーズのね立ち会いにみたいなこともありますけど、はい、小田切さん的なインタビューの、はい、なんだろうこだわりとか、うん、なんだろう声の調子とか体調管理とかなんか気を使っていることとかありますか。体調管理はもう仕事なので、うん、やっぱりそのあたりは風邪ひかないようにとかですよねそうですよねやっぱりね、まあ、それは気をつけてますね、はい、うんうん、なんか習慣にしていることとかありますか。蜂蜜レモンついばっか飲みますとかあーでもなんだっけ、あの喉がやっぱり、はい、この冬の季節とかもやっぱ乾燥したりとかしてなんだっけ蜂蜜、マヌカハニー、マヌカハニー、マヌカハニーよ、マヌカハニーっていう蜂蜜のなんかあの、まあ、エキスが凝縮されてる喉にいいっていうの聞いたことないですか。初めて聞きました。アメちゃん、アメちゃん、へー、私その蜂蜜状のドロッとした感じでも売ってるらしいんですけど、はい、うんうん、私それ誰かに紹介していただいて、それを舐めるようにしてるかな。あ、なるほど。これは普通の薬局に売ってるんですかね。薬局に売ってます今。売ってます、はい、じゃあちょっと帰りに買ってきますよ早速取り入れるね。早速取り入れますすごいね大事だよね。大事大事大事ですよね、うん、大事大事。そうね、あとは、まあ、インタビューアーとしてのこだわりといいますか、はい、うーん、やはりこうファンの皆様に喜んでいただけるような情報という面で、うんうん、ね、いろいろ考えてはやらせていただいてるんですが、ね、例えば、まあね、風がほら、はい、あのバンクの風がこうレースに、ね、そうですよね、左右してくる場合とかも、うん、まあ、慶応閣の場合はなんかこう風が回ってるっていう選手の方が多くって、でもなんか中にはなんか今はバックの方がちょっと強かったように感じたんですけどみたいなとか、まあそういうこともまあね、まあ風の動きも風は変わりやすいから何とも言えないですけど、そういうこともまあちょっとずつ参考にしていけたらと思ってなるべく引き出すようにはします。あ、なるほど、そういうのも元からちょっと調べておいてみたいな視点に、うんうん、あ、なるほど、とかかな。小田切さんって推しの選手とかいるんですか。ちなみに推しですか、推し応援してる選手とかって いらっしゃるんですか。いや、いっぱいいますよそれはじゃあ私ね、いっぱいいるんですけども、はい、うんうん、そうですね、私あのやはりですね、うんうんうん、ベテランの選手、ベテランの選手もうねすごいなんだろう、やっぱりこの歴史があるでしょ。そうですね、で今だと多分最年長だと、はい、三井勤選手、神奈川の三井勤選手、多分、ね、御年63歳だと思います。すごくないですか。すごい、それは強靭ですね。もう63歳、
で競輪現役すごいだ。そうやはりねそういう選手なんかまだまだ、うん、なんかずっと現役でいてみてくださいみたいな、いや頑張ってくださいってなるかな。もちろんね若い選手もそうですし、はい、ベテランの選手もそうだし、みんな3人もちろん頑張っていただきたいんですけれども、やっぱりねこのいぶし銀の走り、いぶし銀の走り最高ですよ本当にやっぱ違いますかベテランは。なんだろうねなんかでもねうん、あれなんですよ、慶応学のファンの人たちも、はい、やっぱりこうベテランの選手が勝ってくると、はい、すごいなんか昔から見てるぞみたいな、あーなるほど、うん、応援してたぞみたいなまだまだいけるなみたいな、もうなんかそういうのとかもすごく見ていてなんか気持ちいいというか、あそうですよね、そうもうなんか多分このファンの方にも歴史あり、そしてこの選手にも歴史あり、そうここの何コラボファンと選手の絆、そう、そう見るとなんかねすごくね心が温かい気持ちになる。そうですよね、なんか競輪とか競馬とかそういうね、うん、なんだろうところってこうあんまりこういい印象を持ってる方が少ないじゃないですか、うん、多分、うんうん、だからそういうのももっと見てほしいですよね、そのそう中身をね、そう、そう見てほしい、うん、熱い人情ドラマがあるんだよっていうのを、そうそういうことですねそういうことです、素晴らしいちょっとやはり、ね、公営競技っていうと、うんまあ、イコールギャンブル、まあ、ギャンブルっていうとちょっとね、印象があってなっちゃう、ね、部分も、うん、あるけれども、まあ、そういうな人間模様、うん、もう本当面白いですよ。面白いですね、うん、面白いと思う、こう知れば知るほどそう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 すごいのめり込んじゃいますよね、面白くて、うんうん、すごいわかります。その競輪のレースとかもやっぱそうですよね、ラインがあって、うん、でそのラインの何こうチーム戦って言ったらなんて言うんだろう ね、 そうですよね、地域というかなんか、うん、そう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 、ね、その組み合わせでもあるし、うんうん、自分も勝っていかなきゃいけないし、そのねいや競輪奥深いですよね本当に。いや奥深いです、本当に奥深いです ね、 ね、すごい奥深い、うん、今考えちゃったじゃないですもんね、だってそう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 、走るのは確かに一人ですけど、うん、ね仲間がいるそうから、うん、ねなんかこう一心伝心じゃないですけど、うん、気持ちを一つにみたいな、ね、そうそうそうところですよね、まあ、それもね、うん、競輪の楽しみ方の一つですよね、そうですよね、うん、そうそう、あなんか深いな、改めてこうやって話すと深いですね、うん、今私も今、うんうん、そうだなって思うそうそうそう、でも人間模様、うん、でもちろんファンの皆さんもそういうことを考えて、うんまあ、予想するわけだよね。そうですね、うん、私もこう LINE を見て、うん、見ます、読みます、なんかそういう感じで LINE とか見ながらそうね、もうでもこれは本当競輪の醍醐味ですね、その人間模様も、はい、うんね、その辺も楽しんで、うんね、これから競輪挑戦したいという方もね、そうですね、その辺も楽しんでね、本当結構でも場内とかにいると若い方も多くて、うん、多いです、そう最近多い本当に多い、ね、やっぱり思いますよね、思います、思います、多いみたいな、若い方多い、あと外国の方も多い、いらっしゃいますね、そうそうそう、しかも結構外国の方やることが派手というか、うん、なんかあ元気、そうすごい元気そう選手が来たらうわーみたいな、うん、ちょっとお祭り感すごいいやでもあれでねやっぱり、ね、多分レースを見て、うん、まあ盛り上がって興奮して、そう、ね、そう、そうなってるってことですよね、うん、きっといいことだね、いいことだと、さすが競輪、うん、オリンピック競技でもあるぐらいですもんね、ねえ
さすがですわ、うん、本当にありがとうございます。こんな大切なこと本当ですね改めましてありがとうございます。ありがとうございます、はい、私あげてるわけじゃないんですけどねまあそんな競輪の楽しみ方を、はいはい、お話ししつつ、ここからあのちょっとこうそれまして競輪からちょっとそれるんですけども、はい、まあ、聞きたいことを私が聞いていきたいなと思います。はいあのまず、はい、こう小田切さんは、まあ、3日開催だったら3日間全部いるわけじゃないですか。いますね。でその日その日で、うん、あのエンジェルがみんな交代交代で交代交代違うじゃない、うん、それぞれのこのオーバルエンジェルの印象っていうのは一人ずつ、あ、一人じゃなくてもいいです。みんなこう全体的なエンジェルの印象、全体の印象、うん、もう可愛いの一言でしょかわいいな、嬉しいかわいいな、それお客さんもかわいいなって言うわと思ってかわいい、あと元気、あともうけなげもうなんか、かだって雨の日も、はい、風の日も、うん、まあ、雪がちらついた日も、ね、これまで多分ありましたね、ありましたね、そんな時も寒い寒い、そう、うん、カッパを着てはい、カッパを着てずぶ濡れになりながら水に濡れた重い旗を振りながら、そうでも笑顔で頑張ってるそんなあなたたちが素晴らしいありがとうございます。とてもその言葉が来て嬉しいです今日来てよかったで長いからね、その外にいる時間が、そうなんですよね。でレース中も出ていて、そのまんま続けて足見せ、そうです、足見せでインタビュー、そうだインタビューもだ、そうですそうです、そのままインタビューに行くので、ね、あれじゃあトータル10分ぐらい、いやもっとどれぐらいですかね、ね10分ぐらいですかね、でも出てるのかな、レース出て、うん、そうか、でもなんとなく慣れてきますね、やっぱりこう10分間隔が、次のレースまでの間隔が短いと、うん、やっぱあれなんか今日あったかいみたいな感じにはなってきますね。ベテラン3年目だからベテランになっちゃった、ベテランになっちゃった、私もベテランになっちゃった、ベテランですよそうでしょうはい、でもし、うん、これ一番聞きたいんですけども、はいはい、この私たちオーバルエンジェルの一員になれるとしたら、小田切さんは何色になりたいですか。え、一員に、はい、させてくれるんですか。はい、オーバルエンジェル、オーバルエンジェル、え、で衣装何色でもいいの。何色でも、嘘、ゴールド、うん、もうキンキラキンで出たい、ゴールド、ゴールド、やばそれはダメですかそれはダメなの、何キュラスボスみたいじゃん。ラスボス、ラスボスいいじゃないですか。まあ、確実にセンターですね。センターでゴールドだったらいいでしょう。すごいですね、それなんかゴールドカップレースの時限定で、ねえ、ねえ、ね、やったらすごい盛り上がりそうですけど、ね、いや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 、もう怖いけど来てたら、でも本当に何それは旧車の中から選ばなきゃいけないの、はい、旧車の、そうですね、一応オーバルエンジェル旧車の中から、何色だって、もうみんなすでに色着てるよね。まだあ白黒が残ってますね。じゃあ白、白、白でちょっとゴールド入れてもらおうかなこうラインの線の部分、そうそう、あ、それだったらいいねありだねキャシャンみたいなかっこいい、あ、かっこいいな、そうしましょう、そうしましょう、そうしましょう、白にベースでラインゴールド、はい、ゴールドで、もうそれで決まりで、体のラインはゴールドで、はい、決まりで、じゃあお願いいたします、そんな感じで、来年の春衣装じゃあゴールドで絶対来てくださいね、小田切さんちょっとでもあれですよ、はい、ちょっと大人な感じのデザインにしていただかないと、そうですね、さすがにあ、なるほど、胸元をワンピースタイプ、ちょっと長めの膝丈のワンピースタイプとかね、確かにちょっとこう、うん、体のね、なんだろう、ボディラインがそれ出しちゃダメなやつ、ね、出しちゃ、ちょっとゆとりある感じのねちょっとこうやっぱ特別感を出したいじゃないですか、
特別感か。 それで MC もやってもらいますよ、インタビューも。うわー、じゃあ羽つけてもらおうか。エンジェルですか。そう。どうしよう、本当についてきちゃったら私それ着なきゃいけなくなる。もう完全にセンターでしょ。センターですね。でも多分私そこまでしないと、はい、ちょっとエンジェルのくくりにはなれない気がして不安なので、そこだけちょっと特別感いただけたらなと思って。あ、なるほど、うん、いやありがたいですが、ゴールド、白ベースのゴールドということで、もう満足です。わあ、もう今イメージしたら、ま、うん、合格と思った合格、そう、100点ここからは新年1月に東京オーバル慶応閣のレース開催期間中に開催される場内イベントの情報をお知らせいたします。元旦1月1日火曜日から1月3日木曜日に開催されるニューイヤーレース2019五冠新一杯&明倫会杯&報知新聞社杯、こちらのナイター開催期間中に場内で開催されるイベントをご紹介していきます。まずは東京オーバル慶応閣新春名人劇場、1月1日火曜日から3日木曜日の3日間、新春名人劇場と題して漫才や音楽パフォーマンス、そして江戸曲ごまのステージをお届けします。出演は1月1日火曜日が母心、1月2日水曜日が野田幸、最終日1月3日木曜日はみますレモンです。ステージ時間は1日が1回目が17時47分ごろから、2回目が18時18分ごろから、2日が1回目が17時18分ごろから、2回目が17時47分ごろから、そして3日が1回目が17時22分ごろから、2回目が17時52分ごろから、場所はガーデンシアターです。毎日開始時刻が異なりますので、詳しくは場内のポスターなどでチェックしてくださいね。続いて五冠新一新春レース徹底解説トーク、元日の1日は五冠新一さんが慶応閣で開催されているレースの VTR を見ながらレース展開を徹底検証するトークショーが開催されます。出演は五冠新一さんと関東門レポートなどでおなじみの中田真美さんです。ステージは元日1月1日火曜日、1回目は15時57分ごろから、2回目は16時23分ごろから、3回目は16時50分ごろから、そして4回目は17時18分ごろからです。場所はガーデンシアターです。続いて K ドリームスプレゼンツ五冠新一杯開催記念オークション、最終日1月3日木曜日は五冠新一杯の開催を記念したオークションを開催します。オークションの司会は落語家の柳家金太夫さんです。ステージは1月3日木曜日16時50分頃から、場所はガーデンシアターです。このほか1月1日から3日までの3日間お正月ファンサービスとして毎日正月祝いとみかんをプレゼントいたします。配布場所は正門および西門です。正月祝いは3日間それぞれ先着1200名様に、そしてみかんは3日間それぞれ先着2000名様にお配りします。お正月三が日も東京オーバル慶応閣にぜひお越しください。
さて8回目の配信をお届けしてまいりましたが、どうでしたか小田切さん。いつもあの、ね、インタビューをする側ですが、今回ゲストとして出演されて感想などをお聞かせいただけたら。いや楽しかったです、はい、あ本当ですか、うん、あよかった。あとなんかこうゲストっていう響きがすごい、はい、いいよね今日のゲストはそうちょっと今気持ちいい気持ち。あよかったです。いいでもなんかなかなかこうやって、はい、ちいちゃん、まあ、ちいちゃんって呼ばせていただいてますけども、はい、ちいちゃんとねこう話すこともそうです、ね、なかなかね現場でないからね。ないですね、うん、いつも予想っていうかこうなんか控え室では次この選手かなみたいな、ね、なんかねそう新鮮でしたね。そうですね、うん、結構、まあ、このね世界に入ったきっかけなんかも聞けて、ね、そうよかったです。楽しかった。8回目8回目の配信8回目ですね。もういいじゃないですか末広がりで末広がりで、うん、ありがとうございます。今日はあの私もマヌカハニー買って帰りますんで教えていただいたねハニーだからハニーをハチだからうまいすごい縁起がいいよろしいようでありがとうございます。ありがとうございました、はい、ということで9回目の配信は1月下旬頃にお届けする予定です。次回の配信もぜひぜひお楽しみに。ここまでのお相手は東京オーバル慶応学のオーバルエンジェルグリーン担当の広瀬千鶴、そして小田切直美でした。バイバイありがとうございます。